松木玖生と佐野海舟の個人スタッツ、そしてヒートマップもご覧いただいていますけど、松木玖生に関しては、トップ下のポジションなんですけど、やっぱりこのヒートマップを見ると分かるように、いろんなところに顔が出てきて、はい、いろんなところで攻撃守備のアクセントをできる選手、はい、だなというのを改めて感じましたし、最後足がつった状態の中でもまた最後アシストをしているというところもね、はい、なんか国立の松木みたいな感じもしますし、はい